はい、皆さんこんばんは。ミュージックコミュニケーションプロデューサーでベーシストの新澤紀明でございます。はい、今日のテーマは自分で責任を持つから自分の道が開けるっていう話を今日はしていきたいと思います。はい、まあ、自分の良いものは自分で仕留めるから美味しいっていう話ですね。はい、まあ、なんでこの話を今日はちょっとしようかなと思ったかいう話なんですけど、それってね、よく例えばステージでオープンマイクってあるじゃないですか。飛び込みで演奏できるやつね。自分の意思でこう飛び込む分にはものすごい場数のね積むいい経験になるし、やっぱりステージって数をこなしていくってことはものすごい大事なんで、人前で演奏を聴いてもらうっていうことは、とてもいい経験になると思うんですけども、たまに私も実際自分でそういう企画をしてたことも結構あるんで、ようわかるんですけど、なおさらちょっとその時に思ったことで、人に引っ張り出してもらわれへんかったら要ステージに立てへんっていう人ね。うん、例えば誰々ちゃん歌ってよみたいな感じで周りの人が言うて、いいのみたいな感じで、じゃあみたいな感じでね、こうお膳立てしてもらわんと、その自分のステージ、自分がステージを立てへんっていう人、はい、これはね、正直ね、良くないと思うんですよね。というのも、その自分でやっぱりまあ、例えばステージに立つっていうのは自分の責任じゃないですか。自分でその責任を持つから、そうやって自分のそういう道も開けてくるのに、その人にそれをお膳立てしてもらおうとするっていうのは、言うたらその自分の責任で、言うたら立ってないわけじゃないですか。何かあったら大体何かあると思うんですけど、で例えばステージうまいこといかへんかったら、なんかそんな、心の準備できてへんのにみたいな感じで、そういう人って言い訳を始めるんですよ。言い訳することが、別にね、なんかあかんとまでは言わないですけど、見ててええもんじゃないよなっていうことと、あとはやっぱりステージってどうしてもその音楽って時間の芸術なんですけど、言うたらその見てくれてはる人の時間をね、使ってるわけじゃないですか。それは別にプロでもアマチュアでも関係ないことやと思うんですよ。ちゃんとその貴重なね、人生の間の時間っていうのをそこに使ってくれてはるわけですよ。そのね、ステージを見てくれてはるいうことは、やっぱそこにやっぱ意識を向けた方がええのになって思うんですよね。どうせやったら、例えば上手いからとか下手くそかっていうことより、その以前の話で、なんか自分でそのね、責任を持ってそのステージに立って、別にね、その結果うまいこといかんかったっていうのは、それはまたその後につながることやと思うんですよ。それでそのステージ、だってそのステージで、言ったらその人はその自分の責任でね、ベストを尽くしてるわけですよ。何もそんな最初から失敗しようと思って別に失敗してるわけじゃないし、そう。だからそこがポイントなんですよね。だからそこで自分で責任を持たんと、なんか何々ちゃんがステージ立ってって言ってからみたいな感じでね、こうその自分がね、やった失敗とかを例えば人のせいにするとか、なんかそれ他責癖ってやつですね。だから他人に責任を押し付ける癖っていうのは、これはもうほんまに長い目で見て全くええことないんで、やっぱじゃあその見てたね、オーディエンスの人らの時間なんやねんって話になるじゃないですか。時間改正って話になる、しね、ほんで自分自身のやっぱりそういうなんか責任感とかパフォーマンスに対するやっぱあれも育てへんし、で他のことに対してもなんかそういう他責癖のある人間ってやっぱりそんな信頼されないんですよね。言い訳ばっかしするし、その言い訳する割にちゃんとなんか結果をね、なかなか残されへんからそうやって言い訳するんであって、それやったらなんかその下手くそだろうが、なんか自分でちゃんと責任を持ってステージに立って何かこう持って帰ってもらおうって気概のある人のね、方がよっぽどね、将来性あるというか、なんか
光るものもあるし、でそういう人がステージ立ち続けてるとやっぱり絶対良くなってくるんですよ。あのそういう人って逐一反省というか、あのあここのステージ今日はこういうところめちゃくちゃ良かったけどこういうところはもうちょっと頑張れるなみたいな、あのそういうレビューというか、あの振り返りを絶対やってるんですよね、そういう人って。ただそのなんか人に責任をなすりつけるっていう時点でその自分に問題がないっていう風にして思ってるってことやから、それってほんまに成長しないんですよ、それをやっちゃうと。だってその自分のなんかそのパフォーマンスないどっかにその問題があるから伸びひんわけであって、ね、まあ、別にその 100点取れっていう話じゃなくて、別にね30点でもいいんですよ、最初やったら30点でも20点でもいいんですよ、5点でもいいんですよ、5点でもいいじゃないですか。それよりはなんかそのじゃあ次10点に5点の人が次10点になってたら、それって成功、まあ、あのある意味成長じゃないですか。で10点やって次15点とかだったらね、どんどん伸びてってるわけですよ。そういうなんか考え方というか、なんか伸び方というか、でその人それぞれ伸び方もあるし、やっぱりこうね、早期熟成型の人もいれば待機晩成型の人もいるやろし、その成長スペースも、あとその人がどういうねところを目指していくかっていうことも当然違ってくると思うから、あるいはだからその人の自己実現につながるようにねなっていけばそれでも全然ねええわけですけど、なんかそういうのは自分の責任を持たんと、なんか人のせいばっかしにするっていう人ってまあほぼ百発百中と言っていいほど、これでも言い過ぎではないと思うんですけど、本当にね成長せえへんよなーって、ずっとそのままやなーっていう感じがしますね。ほんまにもったいないです。まあ、本気でなんかその自分自身少しでもなんかいい風に変わりたいっていうのやったら、自分の責任でやっぱり何でもこうやっていくことって大事で、それっていつでもできるんですよ、言うたら。もう昨日はそうやってなんか人のせいにしてたけど、今日から変わるって言って変われるんですよ、絶対に。ただ変わろうとせえへんだけなんですよ。で変わりたくないだけなんですよ。で変わりたくないっていう風にして、そので自分自身が、あのまあ、人のせいにしてた方が楽なんで、まあ、楽なんですけど、楽な代わりに成長もないし信用もされへんっていうね、あのええことないですね、これはね。だからそれが嫌やったら変わりましょうという話ですね。そうだから、まあそうやって自分のなんか責任でこうやっていくっていう気持ちだけでも、やっぱりそれだけこうなんか未来が変わってくるんちゃうかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日はねちょっとそういう、まあ、割と辛辣な話になるかもしれないですけども、これはね結構大事なことやと思うんで、まあ、もちろん自分に言い聞かせてる面もあるんですよ。はい、まあ、何かねあの参考になれば幸いでございます。はい、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。またあのご感想とかね、またコメントにいただけたら幸いです。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。